流れる河川である。下城川は、富山市府中町加齢国を水源とし、水上国、青い谷を経て、浄土寺川、関場川、前田川などと合流して、伊水平野を流れ、富山湾に流入する。江戸時代初期では大雨により川の流れがたびたび変わり、本流は定まらなかったが、後期になって、現在の下城川に近い形になった。 この時期から収運が発達し、北条上姿、小杉間、約12キロメートルを往来していた。明治時代、大正時代には、下城川は、大江地区の灌溉用水や漏田軸下村の排水路として利用されるようになった。また、工術のように収運も、盛んになった。ところが、明治32年の国鉄北陸本線の、開通により収運は衰え始めた。 一方、下條川はしばしば反乱を起こし、周辺地区は大きな被害を受けた。大正6年に伊水軍長として赴任した南原茂はこの実態を見て下條川海一を提唱した。工事は大正15年から始まり、10年後の昭和9年に完成した。また、周運が衰えていく中、修学旅行に行く小学生や、 海水浴客、花火大会の見物客を運ぶ船が出ていた。しかし、第二次世界大戦後、農家では、肥料として、化学肥料を用いるようになり、人墳の需要がなくなり、船は見られなくなった。昭和時代でも改修工事は続いた一方、反乱もしばしば起こった。例えば、1948年7月25日の、集中豪雨による反乱。 では小杉町だけで浸水1500個流出した橋5箇所という被害が出た。船には2杯と長船の2種類があり、前者は積載量は少ないが小回りが利き、後者は多く、2を詰めるがその長さのため曲がるのが困難であった。小杉と新港の間の交流は船を通して盛んだった。また長船は富山湾を経由して、 不思議にまで行った時期もある。明治32年の北陸本線の開通により、周運としての利用の衰退が始まった。運搬物、下城川の水は農業用水として利用されていて、伊水平野内の田畑を潤している。また、不要となった排水も下城川に流されている。富山市、伊水市、桜包みモデル事業として、 平成10年度までに、伊勢両橋から下流大江橋まで、約2700メートルにわたって両岸に、ソメイヨシノの木が、約600本植えられている。平成8年度に、浸水公園の工事が始まり、平成10年度に完了した。整備内容は、この地型に堤防を迂回させて、川の水の一部を引き込んで作られた、水生動植物の繁殖を目的とした広場を、 整備するというものである。この公園には亀が多いことからタートルランドという名が付けられている。ありがとうございます。